皆さんこんにちは。今回は北海道新幹線に乗って新青森に向かいます。始めましょう。E5系です。北海道新幹線は今延伸工事中です。向こうに向かってどんどんと作られています。見えているトンネルは大島トンネルで全長が約 32km になるそうです。これは国内最長となる見込みです。12番線には新青森発のハヤテ号が到着。北海道に向かう1番列車です。このようにガラガラです。ついにこの北海道とはお別れです。向こうに止まっているのは快速函館ライナーです。新函館北東発車。ここらは防音壁が結構高くなっています。6時の始発列車はやぶさ10号は前までは H5 系運用でした。ですが2022年3月に起きた福島県沖地震で該当編成が脱線をしてしまいました。該当編成は廃車となってしまいました。ですので現在はおそらく E5 系での運用だと思われます。実ははやぶさ10号に乗る予定でした。本当のルートは北海道新幹線で奥津軽今別に行き津軽線で青森に行く予定でした。函館新幹線総合車両所へつながる線路が分岐。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。さっき止まっていたハヤテ号はこれが JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございますになります。電車指定席で自由席はございません。次は函館新幹線総合車両所。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。藤代支線だと思われる線路。朝日が眩しいです。3日前に降り立った木古内を通過。この木古内からは3000基上になります。
もうすぐ青函トンネルに入り北海道とお別れです。湯の里尻内信号場を通過。もともと尻内という駅でした。最近は英語用の放送も導入されています。北海道の最果てに来たという感じがします。ここに第一湯の里、青函と書いてあります。このトンネルたちはシェルターで繋がっています。第一湯の里トンネルに入りました。第一湯の里トンネルを抜け青函トンネルに入ります。吉岡定点を通過、津軽海峡の下を走ります。タッチ定点を通過、青森県の下を走ります。青函トンネルを抜けました。もうすぐ奥津軽今別を通過。三線機場はここで終わりです。大平分岐部を通過、海峡線が分かれていきます。陸奥の方が見えています。実は当初の予定では陸奥にも行く予定だったり。もうすぐ新青森。
向こうには盛岡新幹線車両センター青森派手が見えています。そこから新青森始発の列車が出ています。どんと接近してきます。新青森に到着。この新青森からはお客さんがたくさん乗ってきます。ここで乗務員交代をします。今回はここまでです。次回は奥羽本線、青い森鉄道を使って八戸に向かいます。